来た。わあ。もう半やんけ。シェンガオランでこんな感じじゃない？ゴーヘルゴー突き落としていこう。あの後河原2回ぐらい挑んでレベル上げてきたんで、そろそろ行ってまうか。意識リバー来るんか。とうとうあれやな、ジョローグも戦いそうやな。これ間違いなくか。ここはバッチリデバフ、デバフじゃないわ、ディフェンスのバフを与えて挑みます。結局暴力が高い方がさ、いろいろと回復のこととか考えずに済むけん。いやー、準備だな、準備だなんだで結構時間がかかってしまったな。よかったんですか。まあそのおかげで私たちはそこそこ休めましたけど、お風呂も入れた。もう少し早めに出たかったところではあるけど、まあ無茶してもやられるだけだしな。そう、準備大事。なんて的確で冷静な判断力だ。気持ちこもってねえな。おい、棒読みやめろよ。それにしても何度も来てる場所にジョロウグモがいたなんて。確かに結構序盤のうちから解放されたエリアやもんな。雑魚はあんまり強ないはずね。あんまりどころかもう今となってはちょっとピーンでデコピンでピーンで終わりそうなくらいのレベルや。うむ、俺はお前よりもっと前から来てたのに気配すらみじんも感じなかったぞ。連絡だと新たに見つかった通路から開けた空洞に出られるみたい。あれ、新エリア。なるほど、そんなところに潜んでやがったか。気づかないわけだ。私もほとんど一緒にいたのにちょっとショック。そんなことより急がなくていいの。奥の方から声が聞こえてきてるよ。誰かやり合ってんのか。確かにちょっと騒がしい声が聞こえてくるな。のんびりしすぎてだいぶ後発組になっちゃったか。よし、とりあえず急ごう。まあいいだろう、ちょっと HP 削ってくれとったらいいのになみたいな。じゃあいつも通り進んでいきますが、まあ開拓したことがあるようなところですからね。数少ないし多分弱いと思うよな、この辺も。今となっては戦闘力が低い感じでしょう。見てみようだよな。全然経験値にもならねえ。この辺カットしそうな気がするな。特に何かしら目新しいものがなければカットしとるだろうな。ここにびっくりマーク。こっちに行ったら、あ、そうか、ここでルートがその新しく開けたルートみたいな話になるんかな。こっちか、こっちを踏まなあかんのやな。おう、何さらすんじゃ悪い。おっと、業者が来ました。よくもやりやがった。なんか左の人に関してはあんまりそういう清掃業務とかやらなさそうな。どっちかって言ったら農家で美味しい野菜作ってそうな優しそうな人に見えるんやけど。見た目の偏見。やり方がヤクザなんよな、やり口がな。てめえら邪魔だぞ、用がないなら引っ込んどけ。すっごい三下みたいな喋り方してる。後から出てきといて横取りかよ。やんのかこれ。何これ、これがジョロウグモですか。どこをどう見たらそれがそれに見えるんだ。どいつもこいつもおっさんだぞ。なんかまあ漫画とかで見るモブっぽい感じだったな。ザ・モブみたいな感じだったな。何やこれ、俺見せ物取っちゃうぞ。これコナンの犯人にいそうな顔の人。あいつは先行三者だ。戦いの職場とは無縁な農家のおっさんの人。あの三つ目の会社か。また後詰めが来やがったぞ。弱小のヤクザグループのリーダー。そんな感じのモブ3人組。そう、よくわからんがとりあえず蹴散らすぞ。わ、同業者と戦うんじゃ。初めてのパターンですな。あー、今度はね、こんなイケメンじゃなかっただろう。こんなイケメンじゃなかっただろう。どっから集めてきたこのイケメンたち。
アイドルグローブ作れるわ。見た目一緒やけどな。どれぐらいの強さかわからんけん、ちょっと強めの攻撃打っとこう。あ、強いな。火力高いな、相手。でもこっちも火力高い技を盛り込んどるんで、こんな感じで思いっきりボーン。ちょっと HP 減ったんちゃうかな、思ったよりは。でも一旦クリアしちゃった。ふっ、何なんだ一体。どうして私たちが襲われるんですか。相手はジョロウグモなんでしょ。トモちゃん危ない。おお何この黒の組織の何底ないみたいなサングラスつけたやつは。お前、これはまさか賞金首を狙っての同業潰しか。え、禁止されてるはずなのに。おっと、説明会で司会やってた姉ちゃん。ってことは蝶の人間だな。コナンのゲストキャラみたいなやつ来たな。そうよ、このことは上に報告します。おっと、俺たちは同業潰しなんてやってないぜ。これはただの喧嘩だよ。いや、喧嘩はそれはそれでよくないって。お母ちゃんに襲われんかったんですか。じゃあ職場で、ここ職場みたいなもんだろ。四つ目は職場でやるなよ。え、まだ続くの。やる気か、お前ら。やる気なんか、イケメン軍団め。待って、講師えらい HP 減ってる。毎度バカにならんぐらい回復間に合うか。メズパイ、講師のこと回復してやってくれ。間に合ったな。オッケー、いいですね。しかも一旦クリアと。攻撃力は高いんやけど、ちょっと防御力の方が低いけん、一旦でクリアできる感じ。はっ、やれやれ、ジョローグモンとこ行く前にあんまり消耗したくないのに。確かに普通に思いっきり強い攻撃ぶっ壊しちゃうけど、ちょっと温存しときたいんやけどな。喧嘩だなんて言い訳通じると思ってんの。こいつらの会社名ちゃんとメモしとこう。おお、やったれやったれ。同業者がさ、そうやって落ちていくのはね、こっちとしても有利になりますからね。こういうの今まではなかったんですか。以前の作戦の時も小競り合いみたいなのはあったよ。でも大きなものじゃなかったし、問題視してなかったの。説明会の時もそういう注意事項を読み上げてたな。先に見つけたものが最優先っていうルールがあるしね。横から奪うために同業を潰すなんて言語道断。何のための作戦だって話やもんな。そういえば八代さんはそういうのちゃんと守ってますよね。なんだ、そういうの 守らないタイプだと思われてんのかお前。基地工業の偉い人がメズさん見つけた時もちゃんと譲ってましたし。当たり前だ、ルール破ったら罰金払わされるしな。もったいない、そういうことな。罰金払うでよかったらやるんか。全部の会社がやつしろみたいならいいんだけどね。私たちだけじゃなくて周りでも結構やり合ってるし、まさかこんなにひどい状態になるなんて。全体で結託しなあかんのにな。どうしてこうなっちゃったんでしょう。大型賞金、報奨金の額のせいだろうな。今回は蝶も奮発したのか、目の色も変わるような金額だ。参加する会社を増やすために増額したのが裏目に出ちゃったか。さすがにこんな連中に付き合ってられん。なるべく目立たないよう脇を抜けていこう。まさか敵に並んでもいいはずのやつまで敵になってきとる感じになってるね。なんだこれ、トラップか。トラップ踏んでも上のアイテム取りたいなっていう感じやな。やってみようか。アタックマイナス 10% はちょっと痛いな。しかもそのアイテム取った後が痛いな。敵が多いな。またお前らか。ちょっとちょっとちょっと、それはやばいんじゃないでしょうか。温存もしておかなあかんけど、とにかく早めに潰して一旦で潰せるぐらいに持っていって、あー全然残った。
だいたい地獄長が一緒におるとか聞いてねえよ。なんでお前ら結託しとんだ。なんで地獄長一緒におるんだって話だよ、これ。おかしいだろ。なんでこういうやつらと一緒に結託して戦いよるみたいな感じになっとんだって話だよ。ずるいずるい、それずるいずるい。ちょっとともりんは温存して、回復をちょっと織り交ぜていきたい。地獄講師がちょっとやばいしね。これでいけるだろう。回復間に合ったかな。できてないかな。できてないな。2体か。ちょっと一旦ここは温存傾向で様子見しに行く感じで行って、回復もすると。いてててあっの言い方が。地獄講師の回復ができた。似たような感じで今度は一ノ瀬さんを回復時に向かわせる。そしてあらかた回復できたし、あとは単体攻撃で全員で最後の1体倒すだけ。 OK、 いいでしょう。さあイベントだ。ここか、とうとうジョローグムか。ここの道こんなだったかな。拙者の記憶とも少々違うな。社長殿、見てわかんない？今こっち戦闘中なんだけど。こちらで対処いたしますので。ちょっと可愛いなそのポーズ。シャーって猫の威嚇みたいなポーズいいですね。お、サンキューメズ。キリクもこっち手伝え、社長命令。なんで私まで。社長だからって威張りすぎ。社長が威張らないで誰が威張るんだろう。ふう、戦力を温存したいってのに同業他社どもめ。それより社長殿、ここを見てくれ。ここにこんな道あったか。我の記憶にはないんだわ。お、本当だ、結構奥の方に続いてるみたいだな。なるほど、今日の調査で新しく切り崩したみたいだな。こんな道しなくて当然だ。それに奥の方から想像しい音がうっすらと。マジか、そっちにおるんか。ジョローグマも間違いなくこっちだな。じゃあ鬱陶しいやつらを片付け乗り込むぞ。承知承知。あ、戦うわけじゃないのね。アタックのデバフがさ 10% ついてるのがちょっと痛いね。こういう雑魚敵やけど、多分こっちのエリアに入った以上戦闘力上がっとるはず。ここも短時間で終わらせたい。地獄長がおるけん攻撃力はちょっと惜しまずに使わんかったら削れんぞ、なかなか。あー、メズでも押し込めない。でもこれだけやれればあとはそんなに難しい感じじゃないか。メズパイのこう回復もちょっと織り交ぜて、上着着てこればいいよ。わっ、大コーラでかい。これは 75% も回復するアイテムはでかい。あー、同業他社来た。もうええやろが、のしかかれ。メズパイボディープレス。いや残ったし、HP がやばいな。これは回復アイテム使っとこう。メズパイじゃ回復間に合わんと思うけんな。ちょうど大コーラがね、あと結構ショップで買い込んだんで残ってます。いろいろありますんでね。ここも大コーラで
奉仕の回復。あれちょっと講師やられたし間に合わんかった。ショックショック。あとお前はせめてキリックに入り替えたぞ。これでいいや。まあいいや、ジョローグの時にはキリックに切り替えるつもりだったけんさ、まあタイミングとしては悪いことでもないかな。単体攻撃の強いキリクに切り替えるつもりだったんよ。しかしまだ敵が多いな。ほんまに消耗していっきょる。ほんまに厄介厄介。あれ、なんでお前出てきとんの。あれキリクと入れ替えたで。シフトチェーンジ。なんでお前出てくるねんって話なんよ。こんなんで勝てるか。あ、戦闘中に入れ替えるんじゃこうなってしまうってことかな。あ、ここで使うのか。これはアイスの清掃不能ってどこで使うんかなと思っとったら、こうやって使うんじゃ。ここで使うんじゃ。これで地獄講師復帰か。よかった、復帰できた、元気だ。つか、ここで回復できるんだったら、戦闘中にわざわざ回復せんでもええのか。今頃気づいたわ。今頃すぎるぐらいに気づいたな。あ、そうか。MP マイナスステータス低下中ってもさ、ここのうちに回復とかなあかんで。あ、出たな、びっくりマーク。これじゃ、どう考えてもここじゃ。ってことで、シフトチェンジしよう。なんでお前はここにおるなって話ない。単体火力が高いキリックを前に出そうと思ったけど、HP 低っ!HP 低っ!まあ、こういう感じにしとくか。単体、キリックの単体攻撃の威力をちょっとね、当てにさせてもらう。そういうシフト。さあ、というわけで、おそらく、ジョローグモ戦。ジョローグモって結局どんなやつだったんだろうなって思ってしまうんですよ。ビジュアルをまだ見たことない。結構長い通路だな。この辺りの壁は、昨日今日切り出したものではないな。おそらく別の通路に繋がったのであろう。ああ、なるほどな。繋がった先にジョローグモがいたってことか。結構偶然やけど、ラッキーなのかアンラッキーなのか。石切り場も入り組んでて、奥の方はどう繋がってるかわからないからね。なんだか騒ぎ声がまた大きくなってきやがったぜ。近いんじゃねえの。喋りできたな、レッカ。そろそろジョローグモとご対面か。また新手がやってきやがった。あ、レディクの従業員だよ。なんだよ、またかよ。こっちの身が持たないぞ。あれ、この人松岡義嗣さんかな。なんかそんな声に聞こえてきた。言い訳はいい、ここを守り抜くぞ。クソ、次から次へとくたばりやがれ。うわあ、危ねえ。どこに下がれ。なんか変な連中がいる。前は雲で、後ろからハイエナかよ。ふざけるな。おるんじゃ、ジョローグも。ハイエナ、何のこと言ってんだ。こいつら、俺たちを同業潰したと思ってやがるな。めんどっちいな、完全に濡れ衣じゃんか。おい、よく聞け。俺たちは別にあんたらの敵じゃない。普通に後詰めに来ただけだ。それがハイエナだって言ってるだろ。雲は俺たちレティクルの神田田さんのもんだ。誰神田田って。ここでお釈迦にしてやる。明日かみたいな感じの名前の人。俺だ。こいつら何も話が通じねえぞ。どうするよ。マジか、ジョローグもいきなりジョローグもだがないんじゃ。どうするもこうするもないな。ここを通らないとジョローグものところに行けない。やるってなら排除だ。しょうがないか、一泊入れるんか。でも2体しかおらんで、二人しか。あ、レティクルの人はちょっと体勢が違うんやな。あーっと、ここは八代の攻撃が体勢付きなんで、シフト変更で講師に変えよう。ここ読んだか。
なんか属性が合わんのだったらメンバー入れ替えて戦えばええのかって話やもんな。今頃思ったけど、今頃すぎるな何もかもが今頃すぎるな。どれぐらいの戦闘力があるか分からんけど、それなりに硬そうで、そのキリックもちょっと温存でシフト変更で、イアイドのおっちゃんに頼ん、イアイドのおっちゃんも全体攻撃持ってないんか。でもしかもほとんどさ、イベント起こしてないけん技をそんなに覚えてないのね。捨て駒、こいつも全体攻撃持ってませんな。しかも耐性ついてる、ダメだ。全体攻撃持ち、やつしろ、やっぱ頑張ってくれ。ほら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 、数が少ないんじゃん、これは。はい、あっさり。くそ、お前たちみたいなハイエナなんかに負けるとは、親衛隊として一生の不覚。だからハイエナと違うって。なんかここまで倒してきた雑魚より粘ったな。え、でも一旦で潰したよ。てか親衛隊って何。ああ、そうか、トップがあんな可愛い女の人やけん、そんな感じになるのかな。レティクルのことは俺にもわからんが、前はこんな意欲的な回収じゃなかったような。トップが変わったから、トップが美人な人に変わったらこんなに変わるのかって話。社長殿、奥からさらに誰が来る。なっ、これじゃ拉致がかんぞ。いや、どうやらあれは逃げてきている様子だ。まさか神田さん、こちらへ。ここはまだ安全です。ジョログマがあんなに強いなんて。ん、神田と説明会の時に見た可愛い子ちゃんじゃ。あ、それの人が神田田さんだったんじゃ。かなりやられているようだな。立ち絵が出てこんかったってことは、もうそれが電話報道に重傷ってこと。あ、姉ちゃんは無傷なんだ。あ、無傷なんか。あの従業員の人たちすごい傷ですよ。とりあえず手当てしてあげないと。そうね、さすがに見過ごせないし。なあ、あんまりこっちの持ち物を消費したくはないんだが、しょうがねえな。レディクルの神田さんでしたか。大丈夫でしょうか。何急に丁寧になってんの。美人には弱いんですよ。綺麗な人だからですかね。あれ、あ、あなたはこんな目になってんの。何その星の目、斬新だな。はい、以前の説明会でお会いした TLTAR サービスの社長です。やつしろとお呼びいただければ。とりあえず従業員の方はうちの者に手当てさせましょう。こちらに。八代さん、ありがとうございます。ああ、かわいい声。従業員の君たち、僕はどんな状況だ。ひどいありさまだ。ジョローグモの攻撃でうちの従業員はほぼ壊滅してる。なぜか。俺たちは神田田さんを守ることで手一杯だった。神田田さんも爪のところすりむいてますね。手当てしましょう。なんだって、すりむいてるって。くそ、お前だから任せておいたのに。神田田さんの玉のような肌に玉のような肌、どうするんだ。アイドル扱いだな。返す言葉もない。この通り謝る。謝って済む問題じゃないだろう。治療しますんで。ちょっと、この子はちゃんと私のことをかばってくれたんだよ。ひどいこと言っちゃダメ。おたすあの姫やな、どう考えてもこれ。しかし仲良くして。はい、すみません。うん、よしよし。あ、それで八代さんでしたっけ。私はレティクルの社長ってことになってる。神田だって社長の自覚あるんかなって。はてなの文字出とんな、お前。よろしくお願いしますね。あんま清掃業者の社長向いてないんじゃないかなっていう。アイドルやってた方がいいんじゃないかなって感じですけど。はい、よろしくお願いします。社長同士仲良くやっていきましょう。神田さん、そんな挨拶してる場合じゃないです。そうだ、ジョローグモがこっちに来るかもしれない。どういうことだ君たち。部隊が壊滅した時にジョローグモを見失ってる。ああ、
こう暗いとどこにいるかわからない。ここも危険だ。マジか。だからガンダタさんだけでも撤収してください。俺たちはほとんど動けないから足手まといになります。いや、その必要はない。君たちはここで彼女を守っていてくれ。治療したから少しは動けるだろう。それに出口の方も同業潰しが多くて危険だ。じゃあどうすれば。ふっ、ここはお任せください。俺たちがジョログモを倒します。な、何カッコつけてやがる。お前たちみたいなのが言っても返り討ちに遭うぞ。ああ、やめておけ。簡単にやられてお釈迦になるのが目に見えてる。なめるな、主人公補正なめるな。へっ、そうはいくかよ。作戦の先行部隊に大抜擢された赤丸急上昇中の我が社だ。バッチリ討伐してきてやるからよ。お前らはそこで待っとけ。勝って祝杯だ。というわけで満を持しての、え、何この先のすごい分かれ方、道の分かれ方なんなあれ。さっきなんかすごい気になる分かれ方した。ここでチャプター13、血のなる方へって。お兄さんこちら血のなる方へみたいな感じで、まあ決めてきたものの、なんというか前の方から恐ろしいプレッシャーを感じるな。素人の私でもゾクゾクしてきますもん。おら、ゾクゾクすんぞ。うん、暗くて見えないけど確実にいるね。感じ取ってるんや。肌がひりつくこの感覚。久しぶりに強者と切り結べる。怖い人みたいになってるよ。あさ、ちょっと声が上ずってない。あと冷や汗出てるぞ。社長殿もだろう。てか暗くて何も見えんからわかんねえよ。すげえなお前ら。我も見えん。見えんから不気味ではあるが気配はわからぬ。ライトでもつける。待て、ライトはやめろ。こっちの位置がバレる。だってつけないとわかんないし、相手は多分こっちのこと察知してるんじゃない。こっちが見えないままだと相手が有利なだけだし。そうですよね。なんか見られてる感じしますし。よし、あんまり明るくしすぎないようにな。陶器が光量を調節してライトを点灯します。頼んだ。おお、任せた。で、そんな機能まであるのか。停電時の治療などには欠かせませんので。なるほど、確かに。それはビジュアルがおかしいだろお前。お前エヴァンゲリオンのサケルがビーム打つときみたいになったのやお前。これくらいで十分。ウィンウィン、いろいろと散乱してるな。あちこちに散らばってるのってもしかして出てくる従業員の肉片。肉片とか言わないで。怖い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 。に肉片。おお、そんな肉片なんてちょっと怖くてそう見えるだけよな。でもでも辺りに赤いものが浮かんでますし。ビチャって感じで。やばい、なんかそんな映画あったな。キャビンっていう映画で見たことあるシーンかもしれん。さっき手当てした奴らの傷もだいぶやばかったしね。もしかしてかなりやばい人では。こんな仕事を受けるんじゃなかった。なんで今さらビビり散らかしてんのって。まあ当然か。どうする、撤退する。いや、こんなに騒いでるのに襲ってこないし、もしかしたら別の場所に行ったのかも。それならいいんですけど。でも問い残したことになるからそれはそれで失敗なんだが、どこかに行っててほしいと思う俺もいる。そんな甘くないと思う。気配もビンビンだし。だよな、仕方ない。もう少し探索してみよう。だからこの先ちょっと道がいくつかに分かれとんじゃ。まだ戦闘ちゃうんやな。めっちゃ分かれとんもんなこれ。アホほどに分かれとんもんなこれ。まっすぐ一曲でよかったんかなっていう、結局一歩に戻るんかーい。それまでの道のり何だったんだって話だよ。なんだよ、突き当たりじゃんか。やっぱりもういなくなったのではないか。まあ勘の鈍いお前らは分かんないだろうけど気配はするんだよ。うん、しかし向こうも用心したのか気配を抑えている感じだ。そのせいで余計に分かりにくくなったね。メズちゃんがそういうレーダー持ってない。そんな便利だもん持ってるわけねえだろ。同体あるわ。
あ、そうか、そういう熱と体とかそういう感じのセンサーだったらロボットだったらあってもおかしくないのか。それってどこかで息を潜めてるってことですか。そう考えられます。おそらく仕留めやすい場所に我々が移動するまで動かないつもりでしょう。いやいや、なんか準備万端っていうか結構疑り僕いていうか。仕留めやすいところとは、このように行き止まりで退路の限られる場所です。おいおい、まずいんじゃないの。やばいな、全員気をつけろ。いつでも動けるように構えておけ。出てきませんように、出てきませんように。胴体反応上だ。来た、わーもう思いっきり化け物でないか、見た目が。うわー、ここ壁じゃなくて超高い崖だったのか。上から襲いかかって分断する、いい作戦です。褒めてる場合じゃないですよ。というか、こんなに大きいなどとは聞いておらんぞ。もう半やんけ、シェンガオランでこんな感じじゃない。お前は説明の時に何も聞いてたんだよ。やべえ、先逃げとけよかったぜ。いや、今からでも。ちょっとあまりバラバラにならないで、戦闘準備。結局そうなるんですね。拙者とキリフ殿が前に立つ、その間に体勢を整えよう。なんで私がっていうか。よし、じゃあ任せた。社長殿、冗談を言ってる場合ではないぞ。あー、くそ、しゃあね、やるしかないか。行くぞお前ら。よっしゃ、とうとうジョログモ戦か。こんなやつだったんじゃ。確かに雲やけど、思った以上に雲すぎたな。よっしゃ、貯めておいた特装をここでぶっ破するぜ。おーっと、そうか、みんながみんな結構溜まってきとったんじゃ。でもその前に一ノ瀬さんは攻撃デバフを与えてもらいたい。ファイナルともりを使う。この辺ももう出殺は全員でぶっ破するのみよな。キリクはちょっとそういうのが溜まってないんで、威力の高い技をためどん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 使うのみ。威力が高いんどれ。攻撃力ってあるけんこれか。いけ、まずはファイナルともりライドから始まります。どれぐらいダメージ入るかな。あまりダメージ入ってなくない？気のせいか？いや、入ってる入ってる入ってる。そんなことはなかったな。いけるいける。うわーん、ボーン。あ、でもこっちの攻撃も強い。キリックはそもそも暴力あんまり高くないはずねんよな。プレミアムパージを使っとく。あれ、暴力デバフを与えるんで、どのキャラクターだったっけって思うやけど。あれ、暴力デバフを与えるんが地獄講師の役目だったっけ。なんかいまいちやな、その辺。ああ、暴力デバフあるん忘れとったわ。でも耐性あるんか。一旦だけデバフを与えるためにここをぶっ発しとってもらってにしとこうか。のしかかる、のしかかるじゃないな、メズパイの時にちょっとアイテム、デバフアイテムなんかあったんちゃうかな、使っとこうかな。あるじゃん、攻撃力デバフあるじゃん。こういう時に使わずして使うんだ。そうしたらだん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 攻撃力がなかなかどんどん下げるんで、罪と罰いけ、罪と罰を与えよう。そしてパージ2連続攻撃。こんな格好になるからお腹が冷えるんだよ。おら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 、思いっきりデバフを与えた。これでなかなかダメージを返しにくくなるはずだ。あとはどん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 行くぞ。ヘイブラザー、気力を回復させる。そして生存の証明、チャミ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 バックンチョ。
そのままパックンチョしてさ、飲み込めばいいのにって思ってもほら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 、おらいてててててデバフは効いと思うんでね、なかなかダメージはそんなに入ってない。いいっすね、こんだけ偉いこと攻撃力引く 80% カットでないか20% ダメージなんじゃえ、そうかな、いや待て、えらい減ってないかって、お合計のパーセンテージおかしいなっとるだろお前、攻撃力パーセンテージマイナス100超えとんでないか、だとしたら合わせたらお前どういう計算されとんこれどういう計算されとんだよこれ、もうなんかパーセンテージの概念おかしいなっとるってもうこれってぐらい乗っけられとんなこれ、やめませんけどねって。よっしゃ、トモイに入り替えて火力を稼いでいくぜ。回復するようなアイテム相手がおらんけん、こうやな、ここはいれいれいれ、全体攻撃がワイド入ってくるんやな。とにかく攻撃力デバフは毎ターンのようにつけてもらって、まあ、こんな感じやな。回復する相手がやっぱりいないという状況。こっちもちょっとデバフはついとくけど、暴力のデバフはついてないけん、素早さが遅うなとるくらいかな。気をつけなあかんのは、それでもこっちの方が先に攻撃できようけん、あんまり気にすることでもないんか。それよりも全然ダメージ入ってこんようになった。攻撃力のデバフがめっちゃ効いとるけん、全然ダメージは入ってこんようになった。面白いぐらいダメージない。あとはもうご了承ご了承、ちゃんと変よけんな。しかも今なんか攻撃してこんかったぞ、なんか知らんけどね。腕腕削る削る、そう、なんかダメージ入りそうな感じの攻撃されても全然ダメージ入ってないというすごい現象が起きてます。あ、でも一ノ瀬さんは1秒半分切っとるな。ここ回復してあげて、あ、大変、ファイナルトモリが入る。じゃあ治療で一ノ瀬さん回復、こういうヒーラー役がおるんだよね、ありがたいね。まずはファイナルトモリライド2回目、よいしょー、燃えろ燃えろ。回復は間に合っている。では炎攻撃全然ダメージ属性合ってないやん。雲やけん燃えやすいだろうみたいな感じで考えとったけど、全然そんなことなかった。行くよー、削れよる、地道地道、いいですね。一応瀬さんはほんまにキーマンでした。デバフがあるけん結構こんなにうまいことやれとる。これ倒せるか、よいしょい、とどめさせたら水っぱい撃破。倒した倒せた倒せたな、やったか、大丈夫よ。でも動けなくなったフリとかする動物もいるだろう。手応えはあったと思うが、目標は行動不能と推測、再び動き出したとしてもさほど脅威ではないでしょう。おう、ということは俺たちの勝利だ、やったぞー、
誰も犠牲にならずに済んだな。トモチンもお疲れ様。いやこんなにできる子だったとはね。なんか安心したら腰が抜けそうに。私もなんか今になって変な汗出てきたわ。達成感すげえだろうな。おお社長殿、拙者社長殿はいつかやる男だと思っておった。男に褒められてもそんなに嬉しくねえんだよ。うがいやめろおっさん、抱きつくな。あのでかい雲の裏側を見たときはダメかと思ったが、みんなよくやったぞ。一番逃げ回ってたのお前じゃん。何よ、お主も似たようなもんだろうが。はいはい、喧嘩しない。倒したんだし今は喜んどきましょう。はあ、疲れた。なんか糸にもめっちゃ絡まったし、お風呂入りたい。そうですね、なんかもうあちこちドロドロ。よし、倒すもんも倒したし、俺たちも引き上げ。いやー、その前にこのバカいでかい首球をどうやって持っていくかだな。それなら町に回収班を頼むわ。お、連絡頼めるか。了解、受令機で信号の発信しとく。すぐに誰か来ると思うからちょっと待ってね。はあ、その間に俺は本当に倒せるかどうか念のためにもう一月ぐらいしておくか。待って待って、まだ連絡しちゃダメだから。どうした、おいアイドル。あれ、神田田さんまだ逃げてなかったんですね。おう神田田さん、ちょうどよかった。ジュローグマはこの通り我々が討伐しました。なので今から一ノ瀬に蝶の方へ連絡してもらうところです。うん、でもその連絡ちょっと待って。はい、倒しちゃったのは本当に。なんか不穏な BGM 流れてるよ。これって横取りになっちゃうんじゃない。は、いやー、そりゃ手に先に手をつけた方に権利はありますけど、そこが手を引いてたら後詰めに権利が。私がいるし。え、だって神田さんは撤退って。私がまだいるってことは全滅じゃないでしょ。悪度。それに八代さんも言いましたよね、バッチリ討伐してくるから待っとけって。む、え、確かに言ったような。なので私は八代さんを信じて待ってただけです。倒していただいて本当にありがとう。レジクルが倒したことになるんこれ。いやでもそれじゃあ俺たちの取り分が。八代さんも他の会社の人たちみたいに横取りとかをする人なの。めっちゃブリッコしてくれやん。お前いくつやねんって話なんやけど。そんなことをするわけじゃないじゃですか。じゃあ何かご意見が。こっちが撤退してない以上、どこが倒したとしても面倒くさいルールだな。適用されるはず。そうよね、チャーの職員さん。私は事実を連絡して上に判断を委ねます。いや一ノ瀬、神田さんの言う通りに伝えてくれ。え、何言ってるの本気。みんなであんなに苦労して倒したんでしょ。それは分かってる。でもルールでそう決まってるんだからしょうがないだろ。やつしろ。よーしお前ら、俺たちは先に引き上げるぞ。ちょっと、やつしろぞ。さっき話したあんだけ頑張ったのにな。そうだぞ、何のために戦ったと思っておる。キープは、ボーナスは。うるさい、もう決めたことだからこれ以上何も言うな。これは社長命令だ。そんな、やつしろさん。引き上げだ。こんなことってありか。あんだけ頑張って俺らが頑張ったのにな。横取りの横取りやん、こんなもん。いくらなんでも余裕もってもうかなり時間経っちゃってますよ。ほんまよ。そうや、この人らおったわって思ってしまったよ今。いやいや、ごめんまさかの大当たりが続いてね。弾が出まくりで離れらんなくて。パチンコやってた。ダメ人間じゃないか。意外とダメ人間なところあるな、あんた。社長はいつもそうだ。本当何やってたんですか。後詰めの連中もかなり押し寄せてたから、
もう何もかも終わってるんだ。終わってんだよな。そうでない。ルーズすぎる。ルーズすぎるぞ。なんですかそのやる気のなさは。やっぱりあの靴やつしろに手柄をやるつもりで。いやいや、そんなことはないって。前にも言ったよね。それはそうなんですが。それにしてもやけに静かだね。あちこちに後詰めの者がいるけど、特に何もしてない。やっぱり遅かったか。兄貴がのんびりしすぎるから。まあうちに被害がないならいいじゃないと。ほらあれ見て。噂をすれば八代くんだ。あのくそ、もしかしてあいつらが倒しちまいやがったのか。倒したのは八代たちなのにさ、会社単位ではレティクルが倒したことになってしまったんやもんな。いやー、八代くん、引き上げかい。あ、ジャズさん、まあそんなところです。それで、どうだった？ジョローグモは倒せた？はい、まあ倒すことはできました。おお、すごいじゃないか。いやー、倉庫を貸している僕も鼻が高いよ。やっとお前らが倒したのかよ。くそ、兄貴がさっさと動いてくれてりゃ。うん、しかしあのジョローグもよく倒したもんだ。我々も何度も失敗してきた相手だからね。ほんとすごい。倒せなきゃ稼ぎはほぼゼロに近かっただろうけど、これで報奨金もたんまりってわけだ。ああ、まあいえ、すいません。ジャズさん、お先に失礼します。なんだあいつ、難敵を倒したってのにテンションクソ低いじゃん。彼があんな感じになるのも珍しい。何かあったのかもしれないね。思いっきりあったんだよ、横取りの横取りだよ。何かって何ですか。さすがにそこまでは。まあ倒したならそのうち長から報告があるだろうし、それを待つとしようか。結局無駄し。今回は全部兄貴のせいですからね。それは間違いないな。ジャズさん、こんなにルーズな人間とは思ってなかったわ。何パチンコ打っちゃうんだって話やもんな、俺。これ部下から見たら何やってんだこの社長って思うぞ。はいはい、悪かったよ。お前に悪いと思ってたんか、お前。それじゃ来たばっかりだけど我々も戻ろう。というわけで、倒したはいいけど苦労の割にはあんまり成果はなかったって感じで思ってしまった。こんな夜分にお電話を。構わん。え、なんだ、えらい、ちょっと部長よりもさら、課長よりもさらに、なんか部長言っとってしまうから、これまでちょっと部長って呼んでおったけど、この人課長かよ、お前なら。それで作戦は守備よくいったのか。なんだ、でもさらに上の人が出てきた感じになった。あのお方みたいな感じになった。今回は駆除に成功いたしました。それもこれもお力添えがあればこそで。そのような話はいい。それで駆除したのはどの会社。ああ、これレティクルだっていう報告になるんだろうな。報告によりますと、業界にじゃよな、レティクルという会社のようです。レティクルというと、あの、ははそうです、あの神田田が社長をしております会社です。あの神田田っていう言い方なんか気になるな。ジョローグモにはとどめを刺したのか、そうでないのか、どちらだ。当然前者だと思われますが、それが何か。なんだ、不気味のあるような言い方。あれだけの敵だ、始末できたのかどうかはちゃんと確認しなければな。はっ、それでしたらすぐに。はい、よろしく頼む。ああ、普通に上司としての確認だったかな。電話するだけで緊張で変な汗が。この課長もさ、上の者からの指示と下の者の監視とかとちょっと大変なところあるんだろうな。そんな大変なストレスから解放されたくて、従業員の女の人にセクハラをかますとか考えても仕方ない。仕方なくねえ。ちょっと何、仕方ない方向に持っていこうとしてるんだ。騙されんぞ俺は。何があっても女の人へのセクハラは
ダメだからな。さて、言われた通り運ばれてきたジョローグモンを確認させておくか。というわけで、謎の偉いお方がちょっとちらっと見えたわけですけど、